はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。さて今日もですね、岡山大学医学部のお二人に、参加していただいてます。 F 先生、H 先生、よろしくお願いします。お願いします。さて今回はですね、岡山大学医学部の、内情ですねについて聞いていこうと思います。じゃあですね、まず、どの大学でも聞いてるんですけれども、勉強、部活、バイト、遊びの比率についてですね、今のね、学年とか、忙しい時でとかでもいいんで、ぜひ教えてください。じゃあ F 先生、大体1、2、3年生の時は、大体全部均等に平等に時間を当てれるかなっていう感じなんですけど、4年生とかになると多分どの学校でも同じだと思うんですけど、 CBT とかが始まったりして、5、6年になるとやっぱり実習とかが始まるので、バイトしてる人がだんだん減っていくっていう感じになります。部活に関しては、続ける人と続けない人が部活ごとに引退の時期とかも違うので、分かれ人によって分かれているという印象ですね。ちなみに今の F 先生は何対何対何対何ぐらいですか？今ちょっと CBT が11月にあるので、バイトがほぼゼロで、ちょっと部活もちょっとウイルスの影響で活動停止中なので、ほぼ勉強に振ってるかなっていう感じです。いやいや、何真面目アピールしてる他にすることがなくてじゃあ勉強するか、みんなで飲んだりとか遊んでるかみたいな感じなんですね。そうですね。わかりました。H 先生どうですか？そうですね、自分部活入ってないんで、比率でいうと部活抜いて172ですかね。バイト、遊び、勉強の順に172ですね。おお、勉強が2ですね。2、遊びが7です。ゴミですねいやいや、この F 先生との違いやばくないですか？ F 先生嘘ついてます、もしかして？いや、自分も3年の時は遊び7くらいだったんですけど、はい、どうしても、遊び、本当はしてるんですけど27ぐらいですね。あ、なるほど。勉強7ですか？勉強は7ということで。なるほど、キャラ作ってきましたねちなみに遊ぶっていうと、みんなやっぱコロナでなかなかこうみんなでワイワイできないじゃないですか。何して遊んでるんですか、愛知先生？最近はコロナで外出れないんで、オンラインで友達とゲームやったりとか、友達の家で麻雀やったりとかですかね。コロナで、授業とかその実習とかって何か変化が出てるんですか、愛知先生？やっぱり授業とかが全部オンラインになって、実習も、できるやつはやろうみたいな感じで、どうしても必要じゃないっていうものに関してはオンラインでやるものもあったりします。なるほど。 H 先生もそんな感じですか？そうですね、オンライン授業ですね。おー、でだとやっぱりそのあんまり顔はみんなで直接合わせない時期が長いって感じなんですかね？そうですね。けどなんていうんですか、最近都内の大学とかだとそこそこ多分対面授業に戻ってきてると思うんですね。なんですけど、岡大は結構オンラインがもう主導っていうか主流って感じなんですか？そうですね、オンラインですね。ほー。で実際そのカリキュラムというか、その試験とかもあると思うんですけど、試験はどうしてるんですか、F 先生？試験はもう試験1週間とか前に、昔は集まって学生で集まってみんなで勉強するっていう形を取ることが多かったんですけど、今はちょっと難しいので、一人でやることの方が多いかなと思います。試験自体はどこでやるんですか？試験自体はもう学校で感染対策を取りながら今行っている状況ですね。おー、なるほどなるほど。 H 先生の学年もそうですか？そうですね、 F 先生と一緒で1週間前ぐらいから、コロナ前は集まってやってたんですけど、今は一人でやることの方が多いかなっていう印象です。実際どの大学にもこの科目やばいとか、この学年留年するとかあると思うんですけど、ちなみに岡大はどんな感じなんですか、F 先生？2年生の時にちょっと今カリキュラムが変わっちゃったんですけど、生理学と生化学があって、かなりそこで落とすと留年も考えなきゃいけないみたいな感じだったんですけど、
今はその生化学が1年生に大ピラミッド落ちたので全体的にこの学年が一番やばいみたいな感じのはなくなったのかなっていう印象です。なるほど。実際これ進級率っていうか留年率って何パーセントぐらいですかね、1年生1から2上がるときに1人か2人で、2年から3年上がるときに3人ぐらいかな。まあ学年によるんですけど、まあ、少ない印象ですね、他の医学部の大学よりかは。で、高学年になったら基本的に留年はしないって感じですかね。そうですね、もう実習とかになってくるので留年生はあまり聞かないです。おお、じゃあ結構良心的な進級スタイルみたいな感じですかね。そうですね。男女比って今どれぐらいですかね、F 先生。自分の学年は結構女子が多くて6対4で、男子が6で女子が4ですね。岡山白陵って共学ですかね。岡山白陵は共学ですね。女子もやっぱり白陵から来る人は多い。そうですね、定数はいますね。おー、なるほど。ちなみに現役浪人費はどんなもんですかね。再受験とかも含めて教えてください、先生。現役は多分3割ぐらいですかね。で、一浪がめちゃくちゃ多い印象ですね。一浪は5割ぐらいですかね。で、二浪からだと二浪がちらほら。で、三浪がめっちゃ少なくて、四浪も1人ぐらい。で、歳児の方が2人とかっていう感じですかね。あんまりその多浪生とかを差別するような感じは全くないですかね、先生。そうですね、他大は結構多浪生が受けやすいっていうイメージはあります。じゃああんまりその完全に試験の点数と普通に面接の点数だけで判断されるみたいな感じなんですかね。そうですね。実際最高何歳ぐらいの人見たことありますかね、先生。30手前ぐらいですか。28とかですか。あ、もう全然普通にいるよみたいな感じですか。そうですね、普通に仲良くやってます。で、実際その入試についてなんですけど、岡大の入試で特徴的な部分って何かありましたかね、F 先生。